はい、今日は50代以降の女性のアイラインの引き方のコツです。まぶたの張りがなくなってきてアイラインが引きにくくなってきた方は、利き手じゃない方のアイラインを持ってない方の手がポイントになってきます。ピーンと張ってほしいのでこうやって引っ張ってしまう方が多いんですが、こうするとまぶたの際が出てこないので、本来ならこのまつげの根元に引くアイラインがここに隙間が出てきてしまって際に引けれないので、この手はこう引っ張るのではなくて目頭を引きたいときはこうですね、このまぶたの際を出すように引いて、で今度中間になるとまた真ん中を持ってあげて引いて、で最後目尻は今度はこういうふうに引き上げてあげて引きます。最後は細い線で終われるように筆圧を弱めてスーッと抜きます。なので一定方向にこう引っ張ってしまうのではなくって目頭、目の上、目尻、この3点をこうカーブに合わせて引き上げるようにしてまぶたの際を出してアイラインを引くようにしましょう。